ウーピー・ゴールドバーグは、アメリカ合衆国ニューヨーク出身の女優、コメディエンヌ、歌手。エミー賞、グラミー賞、オスカー、トニー賞の4つの賞をすべて受賞した人物である。ニューヨーク大学卒業。ウーピーは、スター・トレックに登場する、黒人士官のウフーラを演じたニシェル・ニコルズに強く、影響されて、女優を志した。放当時、 黒人かつ女性が SF の TV シリーズのレギュラーを、しかも軍隊の士官を演じることは極めて異例であり、ウフーラは彼女の他にも多くのアメリカ黒人女性に大きな希望を与えたという。また、ウーピーは SF ドラマ、新スタートレックシリーズに本人の希望もあって、外南役で純レギュラー出演を果たしている。8歳の頃にニューヨークにある、 ハドソン・ギルドの劇場で演劇デビュー。1975年にサンディエゴに移住していくつかの舞台に出演。1980年代初頭にサンフランシスコベエリアに移住してバークレーの前衛劇団ブレイクストリート崩壊図に参加。その後、スタンダップコメディの舞台やテレビにも出るようになった。 1984年のザ・スプーク賞公演が注目を浴びる。同公演の録音で第28回グラミー賞最優秀コメディアルバム賞受賞。当時のステージネームはウーピークシンであり、現在の芸名はこの頃の名残である。ゴールドバーグというドイツ系ユダヤ人の名字を名乗ったのは母がジョンソンという名字をスターになるには、 十分にユダヤ的でないと考えたためであるという。サンフランシスコの舞台に立っていたのをアリス・ウォーカーが見てカラーパープルの主役としてデビューした。ゴースト、ニューヨークの幻での演技でアカデミー女演女優賞を受賞。天使にラブソングを、では主役を務めヒットを記録したことで世界的に有名になった。女性として 初めてアカデミー賞受賞式の司会を務めた。私生活では3度の結婚歴がある。最初の結婚で一人娘で俳優のアレックス・マーティンを設けている。俳優のテッド・ダンソンやフランク・ランジェラと交際していた時もあった。ウーピーは学習障害の一種、字を書くことに障害が出るディスグラフィアであり、文字を左右逆に書いてしまう。2007年。 ゲスト出演した CNN ラリーキングライブにて女優を引退しトークショー等の司会に専念すると宣言。現在は朝のラジオ番組 Wake Up With UP でメインを務め2007年9月からはアメリカ ABC のトーク番組 The i e w の共同ホストの一人となっている。以前は1949年11月13日 生まれとされており、数年前までの資料では、そのような記述が多い。多くの作品で、片岡富江が担当しており、ほぼ専属となっている。ABC、ウーピング・イット・アップ・オン・ブロードウェイ・ CBS ニュース2004年12月6日、ウーピー・ゴルト・ベル・クライト・プロナンシエーション2018年5月4日、閲覧。グラミー賞、ウーピー・ゴールドバーグ。 t c m アーカイブマテリアルズウーピーゴールドバーグ、ハット、ウーピーゴールドバーグ、女優を引退。シネマトゥデー。http://cimematoday.jp:/ ススララッッシシュュスラッシュページスラッシュ /n00116352012 年12月28日閲覧。ありがとうございます。